はい、実践不動産投資塾、今日はね、夏休み特別企画っていうのをやっていきたいと思います。夏休みね、このコロナの影響で皆さんね、短く、ぎゅっと短くなってしまった方いると思うんですけど、お子さんがいらっしゃる方、ぜひね、子供にもやっぱり投資のことをね、勉強してもらいたいっていうのは親心、特にね、この動画を見られている不動産投資をね、していこうとか、不動産投資に興味あるっていう方はね、子供さんがいらっしゃったらぜひともね、学んでいただきたい部分だと思います。ただね、どうしても不動産投資の場合は種銭がある程度必要なんですよね。100万、200万、300万まとまったお金がいりますので、そういったお金をね、子供に大抵投資をするっていうのはなかなか難しいし、ハードルが高いですのでね、一番簡単に投資の気分をね、味わってもらう、かつね、物を売却するっていう、このメルカリを使ってね、物を売却するっていうのは結構ね、勉強になることが多いんですよ。どういう形で写真を撮れば見てくれてるユーザーさんは喜んでくれるのかとか、その値段の値付けですよね、値付けが合ってるのかとか、その相手さんとのやり取りですよね、やり取りを見ながら値段交渉とかもしてくると思うんですけど、それに対してどう対応していくのかっていうところをね、高すぎたら当然売れませんし、安すぎたら儲けが少なくなる、当たり前のことなんですけど、そういったことをね、一つ一つ学んでいってもらって、投資っていうものに興味を持ってもらってね、でしかもその上がった資金を全て運用費に回していくと、投資信託を買っていくっていうスタイルに変えていきますので、よりね、実感して投資っていうものを学べると思いますので、そういった企画コンセプトで今回はね、ちょっと配信させてもらってます。またいろいろね、これをシリーズにして撮っていこうと思いますので、途中経過とか今こうなってるよっていうのをね、配信していこうと思いますので、ぜひね、楽しみにしてもらえたら結構かと思います。目標、目指すところはね、100万円ね、投資資金を貯めるっていうところが目標になってますのでね、そういったことをコンセプトにやっていこうと思います。以上です。今日はね、夏休みの特別企画ということで、子供にね、メルカリを出品してもらってます。でね、メルカリで出品して出た売り上げをね、アメリカの、投資信託 S&P500 とかね、 VTI とか、ああいった分でね、積み立てていって、で一体いくらになるのかっていうことをね、ちょっと実験的にやってみようと思います。これにはいろいろね、考えがありまして、まず一つにね、子供にね、投資感覚を身につけてもらう。あとね、子供ですから自分でね、お金を生み出すっていうのはなかなか難しいので、私のいらない昔の買ったね、蔵書なり本なりを売ったり、あとね、売れそうなものをどんどんメルカリにね、子供自身が出品してもらって、夏休みを利用してもらってね、当然夏休みを利用してもらって、そういった形で一体いくらになるのか、でそれでね、いくらで運用できるのか、またメルカリで売る場合ね、当然値段設定もあると思うんですけど、そのあたりをね、自分で考えてもらってね、やってもらおうかなと思います。で今ね、動画撮ってますんでね、ちょっとどういった形で増殖があるのかっていうのを見てもらおうかなと思います。はい、とあった、いや、調べても全然違うやつが出てくる。作者で一回ちょっと検索してみ、東本で、東本、全巻、で撮るか、紙に書けよう、で本の状態は新しいか古いか、CB 感いくらやった、もう自分で分かる感じで書いてええぞ、そんとおめかがね、値段だけ書いていとったらええわ、ざーっと、たくさんやらんと、ざーっと見て、2000、その値段だけざーっと書いていき、上からじゅーざーっと、ソールドなったやつな、なんぼなっと、CB なんぼやった、全巻、他は、
これだけやった。オッケーか、わかった。な、はい、閉じて。な、二つ合わせて何ぼで売る？CB 缶と SS 入れて。SS 入れる。このみたいな。よっしゃ。な、CB と SS 合わせて何ぼで売るね。CB 何ぼやったら一番安いやつで。1600円。うん。で SS は？安いやつ。自分で値段決めんや、2つ2つ揃っとんねんね、全部。うん、なんぼ？でどうやねん、あってどうすんの、あって安い方で売るのか、安い方で売ったら高く売られへんかったら利益少ない、少ないから高い方で売る、高い方で売ったらなかなか売られへんかもしれへんで、うん、安い値段で売っとったらどうすんのとかが、うん、まあ安い方がからな、その辺はどう考える、安く売って早く売るのか高く売って待つのかどっちがいい、高く売って待つ、うん、よし、じゃあ高く売るためには何ぼ何ぼつけるの、2,400円と2,000円、 OK、うん、そしたらこうせ次な、うん、ソールドのやつは売れてもうたやつやな、うん、ということは今現在出てるやつあるか、出てるやつ、うん、どうやって調べるの、検索かけてみ、売り切れのやつを外したらいいね、貸してみ、売り切れのやつを外したらいいやろ、ということは絞り込みをして、でここで販売状況のところで売り切れを設定、売り切れを外したらいいんだよな、うん、あ今は売り切れだけだっただけやった、うん、だから絞り込みで、で売り切れ販売中だけやな、うんうん、で検索完了、完了やったら SS こんだけしか出てないな、うん、SS1750円やな、うん、ってことは1750円より SS やろ、あと、うん、あと CB 感、うん、CB 感はないか、うん、ない、あ CB 感あるやん、ここ1980円、あほんまや、これ2つ合わせた分よりちょっと安くしとったら売れるか、どうやろ、高くした方が売れるか、安くした方が売れる、安くした方が売れるか、この2つの値段見て、うん、かからか、まず1750円、今売ってる値段、これライバルになるわけやろ、うん、今の値段、今って書いて、今、うん、今で SS は1750円、 CB 缶は1980円な、うん、これ2つ足したらなんぼや、3700円な、うん、ってことは3700円で出したらいいんちゃうか、まずは、うん、2つ欲しいんやったら3700円、これ見るやろ、で、うん、さらに突っ込んでみんねん、 CB 感出す、でこれ見る、前回初版もありと書いとって、うん、でずっと書いとるけど、送料はどっちや、送料、送料込みやな、出品者負担、うん、ってことは送料込みでその値段ちょっとお得感を出していったりとかな、うん、うん、やっぱり送料は、送料は自分が払うっていうことできる、送料は自分が払ったら向こうは買う方は得やけど、払いよったらこっちお金出さなあかんやろ、うん、その辺を考えてやって、ちょっとでも見入り多くするような感じでやると、やったら、あい、あい、え、まあ、こっち側やったら、まあ送料が込みやから、こっちが負担したらちょっと負けれるから、うん、そうするとか、うん、まあその辺考えていこうか、はい、 OK。